はい、どうも、なおちんです。さあ、今日の動画はギフト会の告知になります。本日3月19日、夜の8時から夜の10時まで、20時から22時までですね、3月19日、日曜日です。ギフト会をやります。ほんと久しぶりのギフト会ですね。で、今回のギフト会は、部屋を立てておいてください。まあ一応生放送でやるので、その時も説明しますけども、部屋を立ててください。その部屋に、俺が入ります。で、入って、部屋の主に、ギフトを渡して、落ちて、で、リセットをして、また次の人の部屋に入る。その形でやっていきます。多分それが、最速で、たくさんの人に配れるかなと思います。まあそういうやり方で今日はやりたいと思います。で、もしも効率が悪いなと思ったら、いつも通りの形に戻ります。こちらが部屋を建てますので、入ってきてもらう、そういう形に変えます。まあとりあえずは部屋を建てておいてください。そこに俺が入ってギフトを渡していきます。まあそういうやり方ですね。んで、装備ですけども、今だいたいこういうものがあります。まあ、エンチャントしてるやつだけを見せますね。まず、ツタの鞭ですね。で、失われた魂の棒。で、ソウルダンサーのローブ。ソウルビルド用ですね。で、ピグリンの誇り。ピグリンの誇りは欲しい人あんまいないかもね。で、フロストサイス。で、骨の棍棒でしょ。で、あとは、ピンクスコーンドレル。で、ウィンド棒なんかもありますし、ゾクゾクスピアです。で、ショート棒系も、機械仕掛け、そしてパープルストームもありますね。これは機械仕掛けですね。で、ソウルダンサーのローブ。まあ、二つありますね。うん。まあ、性能はどっちとも一緒です。で、覆われた怒り。ダイナモサ、痛みサイクル、虚無のリフレッシュですね。まあ理想的だと思います。で、囁く槍。まあ続々スピアと性能は一緒です。そしてホークブランド。ありますね。で、ウィザーのアーマーに、勇者。あ、勇者は、251で理想的なやつがありますので、それを渡すことができます。あ、これはあれだね。矢を増殖するとき用のやつですね。うん。矢を増殖するときはこれを着て俺やってます。で、夜の棒。で、凍てつく金属片。あの、パワーシェイカーでガシガシガシってやるやつですね。はい。で、冬の指先。冬の指先も、理想的なやつがあります。二つあるね。で、魂のハンタークロスボウ。これはベタ足でソウルビルドやるとき用の、弓ですね。で、心を奪うもの。で、ウィザーアーマー。あ、これはあれだ。ソウルビルド用のウィザーアーマーですね。そして、闘志の締め具。んで、あ、輝くローブ。輝くローブのクールダウン4です。で、影の衣。あー、これはあれだ。無敵ビルドの影の衣ですね。そして呪いの斧もあります。で、不気味なゴーディアン。機械化装ブレード。輝くローブ。あー、これはあれだ。雷ビルドの輝くローブですね。で、ゴーストキンドラー。で、誕生と終焉。あ、愛のスペル棒は、これギフトでもらったやつなんで、確か自分では持ってなかった気がするな。で、フルメタルアーマーですね。月のダガー。で、ネバネバ。ネバネバはバブルですね。バブルの弓です。で、パープルストーム。そんなもんかな。あとあれ。ハープクロスボウの理想的なやつもありますし、まあ一応、見た目が、ネバネバは嫌いだなっていう人は、バブルバースターも用意はしてあります。うん。いや、やっぱね、愛のスペル棒はないっぽいですね。うん。まあ、大体そんな感じです。覆われた怒りは種類がいくつかありますので、まあ、最適なやつ、まあ、これが最適かな。
もしくは、アーティファクトシナジーがついてる、これかな。うん。どっちかを渡したいと思います。はい。まあ、とりあえず、今日の、夜の8時から10時まで、ギフト会となりますので、暇な人は参加してください。全員に配れるかはちょっとわからないです。人数次第。多分、スムーズに2時間やると、こちらが見つかりました。おー、シリが発動したな。よく発動する。2時間フルでやると、そうね、40人か50人、50人ぐらいかな、には配れると思いますので、はい。まあ、よかったら参加してください。それでは、本日夜の8時お待ちしております。ご視聴ありがとうございました。